ちゃん、ちゃん、さあ本日、はい、好評につき、おプロ野球チップストーク第2弾いきたいと思います。何にも変わってないです。いやいや、でも本当これね、すごいやってほしいっていう声がすごかったんですよ。殺到です。なあ、うるさいぐらい聞こえてきた。いや本当に大好評の大好評で、本当かこれ心配だな、おい見切り発車。もう、まあ、結果は出てると思います。まあ、前回やった時にさ、はいはい、カードがあるじゃない。お、はいはい、あれプレゼントしようよな。あら、見てくれてる人に。いいんですか、いいんですか、自分たちのサイン書いて。で3人のサインいらねえわ。公衆電話に貼らないでください。でも一番の理想は本人から直筆にもらって。いやいや、そうですよ、送るっていうのは一番いいよね。一番いいんですよね。この石川投手のカードに豊さんのサイン書いてるんですよね。だから石川選手のファンの人からしたらサインいらないって。そらそうだよ、そらそうだよ。いや、本人にもらいに行くの。おお、ね、遠征来た時にすいません。いや、すごい、それやばいですよ、それ。いや、それで送ってるって言ったらすごいよな。いや、相当ですね、それは。努力してみる。いや、コロナ禍危ないな。いろんなこと考えちゃいました、今。近づけないですよ、はい、そうだな。だから、まあ、プレゼントするというプレゼントしますんで、はい、楽しみにしててください。はい、はいはい。違う違う、これ引きましょう。終わる感じになっちゃいましたけど、今回も選んでください、豊さん。まあこれだな。前回、はいはい、ずっと言ってましたもんね。ここ気になったらお前がいきなり取ったから、はい、僕が手垢をつけたばっかりに。いきますか、てっぺんの大山の大将。いやー、ちょっとやっぱ DeNA の選手ちょっと行きたいっすね、一人ぐらいは。あのさ、はいはい、ちょっと当ててみる。あっ、おー、投資していい。おい、おい、あー、やばいやばい、能力者ですもんね、うん、ある意味ね。これ広島が見えた。え、早っ、マジっすか。ただ重なってるだろ。あ、そうです、2枚重なってる。下は投資ができない。あ、ちょっとこれ広島が出る。そんな都合いい投資ありますか。急だな。だってゼロからは見えるのに重なってることでも見えないんだよ。違う違う違う、そうじゃない、そんなことあります。あの、広島が強すぎるんだ。もう理由もよくわかんないですか。選手誰ですか。選手はね、見えないですか。いや、ピッチャーだ。あ、広島のピッチャー。あ、見えてきてる、見えてきてる。来てますね、結構。ピッチャー、ピッチャー。いや、これ当たったら本当にすごい。すごいよ、はい、広島のピッチャー。行きましょう、行きましょう、行きましょう。いやー、ちょっと楽しみだな。いや、名前は出て、上のカードだからな、はい、もう選ばない。あ、わかりました。じゃあ、上のカードバンって出しますね。誰かはわからない。ユニフォームは着てる、ピッチャー。ユニフォームはそれ着てますよ。そう、スーツで出てきた、びっくりするよ、ね、別にモーニングルーティーンとかじゃない。上ってこの、あ、この角度ですよね。巨人かな。やべえ、やべえ、やばいやばいやばい。何すか今、見ました、もしかして。いや、見てない。やば、詐欺師いる。上野、じゃあ僕がもうここ開いたら、広島のピッチャー出てくるんで。そうだな、はい、いいですか、はい。今回はこちらの選手いきます。バン、はい、巨人丸選手です。はい。あ、でも似てるだろ。ある意味、あ、まあ、確かに広島。いやいや、ある意味広島でしょ。いやいやいや、広島強いって言ってましたよ、先だって。広島色というか。いや、でもね、丸はね、広島帰りたいんじゃない。いやいやいや。なんで豊さんに寄せなきゃいけないんですかね。本当ですよ。まあまあ、ある意味当たってるという。まあまあ、ある意味当たってますね。そうだな。あ、だから、あ、ちょっと、あ、うん、そうかも。何が起きてんの。いやいや、コロナ禍で何があったんですか。なんかすごく残像が残ってる。それはただ疲れですよ。そうだな。ちなみにもう一人も言ってきます。もう一人はこちら、ヤクルト青木選手。あ、ノリチカ選手ね、いい選手出ましたね。そうだな、すごい。でも結構よく2人は飾られてますよね。丸選手と青木選手はね。丸は筋肉ヘチだな。筋肉フェチ。フェチ。フェチって自分で作り上げてんだけどね。ああ。やっぱ体の厚みとかさ、はいはい、やっぱ丈夫な選手だけど、コロナにも勝てないんだな、やっぱり。いやー、そうですね。見えないですからね、これ。見えないからな。見えない敵が一番怖いですから。で、やっぱ春先悪いね。あ、調子がさ、スタートダッシュというか、そういうことですか。あんまり良くないよな。丸が最初からガンガン打ったっていう年っていうのは。確かになんか上げていく。あんま記憶ないんだよ。ね、上げていく感じがしますね。そう、春先は三角ですね。うん、だからこうやって書きながらデータが溜まっていったら打てるようになるんじゃない。あ、やっぱデータが。そういうタイプかわかんない。お、意外に。だ、意外と初見はすごく苦手なバッターかもかな。うん、でも自分のデータが揃ったら打てるという。はい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 。まあ研究熱心だしさ、勉強家だからか。
まあそういうことが言えるんじゃない。なるほど。だ最初からいきなり答え言うやつってさ、はい、こいつは本当大丈夫かみたいな思うじゃない。ああ徐々にこう公式を解いていって答えを導いていくっていうのは、ああさすがなるほどなと思うけど、ああ説得力があるけど、ああその過程に対していきなり答え言うやつって本当かよって調べてみたら、まあ、そうだったみたいな、うん、だ初見に強いやつだよね。はいはい。いやだから丸はやっぱ初見に弱いのかなっていう。で寒さに弱いかもな。春先まだ気温がいろんな体勢が強い。いややっぱりね、はい、肉厚なやつとかさ、はいはい、そういう、ね、でかい人春先に弱い人間が多いね。えそれやっぱなんかあるんですかね。やっぱ汗をこうかきながら体が動いてくる。なるほど。はい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 。お前なんか一滴もかかなくてもうピッピッ いけたでしょ。一滴もかかない。もう本当にウサギぐらいだと思う。ウサギがどんなもんかも。本当にウサギ寒さに弱い。寒さとあと寂しいと死んじゃうんですよ。あれ本当か。もうほぼ自分みたいなもんです。だから真相です今。そうだった。なんか一人でなんか動画撮って楽しんでるけどね。いや楽しんでるわけじゃないです。はい。もう寂しいですね。ということで、まあ一人目は丸選手。丸選手。結構でも。語ってるじゃないですか、もう青木選手に関しては。いや体強い、大好きですもんね。しぶといよ三鷹さん。でも、はい、コロナに勝てなかったという。いやでもコロナになっちゃってんじゃん。まあ偶然だろうけどさ、はい、でも青木はさやっぱしぶといね。いやすごいっすよね。まあ、だから三鷹さんが言ったように、うん、その青木選手は打席の中でそのバッティングを変えていける人間なんだよね。その持ち方とか、うん、あとスタンスとかで、そうそうそう、ね、その方向を変えたりとかっていう。少しずつ変えてるって言ってましたよね、うん、もう一球一球。丸は結局データ的なもの、はいはい、積み上げてきたデータの下で何が来るっていうのを絞り出すでしょ。青木は経験したことを感性で打席の中でこう変えられるというかさ、そういうタイプだよ。でも2人って、まあ、同じ左バッターで、はい、お互いしぶといしさ、はい、あの丸なんかもフォアボール取るでしょ、うん、だから結構お互いしぶといんだけど持ってるなんか感性みたいなものは全く違うような、うん、そんな感じだよね。じゃ同じ左バッターとして、うん、確かに豊さんどっちタイプですか。あそういいですねそれ。俺はやっぱ青木タイプかな、はい、おお書くのが嫌いだった。違う一つの理論があって、はいはい、まあ哲学かな。いやいやそんな言い方しなくていいです、はいはい、書くと忘れる。いや分かる、違う、はいはい、書くと書いた安心感でこうやってもう一回紐解かなきゃいけないという。書いてやったじゃないみたいな感じですか。もう終わりみたいな。書いたら安心感が出るでしょ。書かなかったら、はい、例えば電話番号とかさ、はいはい、あここ090の何だよって言ってちょっと桁数多かったですね。ちょっと多かったメモするとさ、はいはいはい、家って言ったら言えないでしょもう。まあそう、メモしたらもうそれ見ればいいやって、まあ、いいやって、まあ私安心感で、はい、でもメモも何にもなかったら緊張感ない。よ絶対覚えなきゃいけないってなりますからね。だから今日の夜でも電話してって、はい、あ書くもんない覚えられるって090なんとかなんとかって言われたら、はい、なんかにこうひも付けて覚えようとするじゃん。はいはいはい、そうですね。いい肉とかさ、はいはい、例えば1129だよ、はいはい、いい肉だ、まあ、これいい肉って覚えとかよみたいな、はいはいはい、だから俺は記憶に留めるタイプなんだ。いやそれ覚えなきゃいけないという緊張感が好きなの。ほう。だからミーティングでもノートのどうのこうのってそれは膨大な量のミーティングをしてどうの、はい、あのそういうミーティングを開かれるんだったら書いた方がいいよ、はい、そりゃ全部は覚えられないよ、うん、でも少々のミーティングだったらメモするなっていう。俺はどちらかというとミーティングの時って書く人いるんですか。そういういやいるよ。あやっぱいるんですね。ああだからバルは真面目なタイプなんだ。書いてもう一度紐解いて、はいはい、意図を考えるかもからね。なるほど。で青木はもうやっぱ絶対忘れないために感性だと、はい、で打席に入って感性で感じるものを、はい、で変えたりとかいろいろしてるタイプだと。はタイプはまあ全然違うと、ね、タイプは全然違う。どうする青木選手が、うん、
ベンチでめっちゃ書いてた。で、丸選手が全然書かないで、はい、ちょっと抗議に。いやいや、もうちょっと待ってくれるの。俺の考えだから全然俺全部寄せてる。豊さんはまあ感性でというか、ね、なるほど、まあ、豊さんのタイプはもう直感の、でも天才肌なんだと思う。確かにそれはそうです。それはすごい感じますね。心配になっちゃいますもん、書かないと。でも自分で書いてて、はい、あれこれなんて書いたのかなって思う時ってない？ありますあります。ありますあります。それも嫌なわけ。もうこれってなんて書いたんだってみたいな。でも集中できてないよ。集中力がないという。自分の字が自分で読めないってあるだろ。ありますあります。そういうのも嫌だ。なるほど。だから今携帯持ってくんだったら録音しときゃいいじゃん。今楽簡単ですから、ね、今簡単そういうのが。でも野球の配球だとかそういうもの、はい、感性っていうのは録音はできないからね。おお、うん、いいですね。ちょっと名言がいい。今のはちょっと結構刺さりました。刺さりました、はい、やっと刺さりました。じゃあお後がよろしい。よし。はい、ということで、はい、今回この2選手、語っていただきましたけども、はい、まあ、前回のこのお二方も含め、うん、はい、ちょっとあのサインを書いて、お、視聴者プレゼント、マジでしちゃいましょうか。わあ、行っちゃいましょうか。あのさ、はい、メルカリで見たんだよ。メルカリで豊さんのサインですか。ああ自分の。おお、はい、売ってんだね。ええー、いや売ってます。自分見たことあります。マジで。自分買おうとしました。でもちょっと本当に、あれですよね、夢に勇気を。そうそうそう。え、その豊さんがサインするときに絶対書く言葉がある。はいはい、はい、知ってます知ってます。座右の銘って言ってる。座右の銘、はいはい、それの色紙がメルカリに販売されてる。マジっすか。バットまで出てた。これはある時のゴルフコンペの時に出されてた商品ですみたいな。うるんかいみたいな。マジっすか。ああ、いや、それで、はい、それは俺のカードとかじゃない。はいはいはい、人のカードに俺のサインをしていくらになるんだろうと思ってさ。逆に興味ありますよね。確かに確かに。ちょっと嘘くさいですもんね、それして。それで結局そのメルカリでいくらになってんのかみたいなのも、はい、後日取ったら面白いです。ああ、確かに。いや、それ誰がいくらになってんの。出さなかったらいくらにもなる。いやいや、出しますよ、そりゃ。これは、じゃあこれに、こちらに俺のサインでサイン書いていただいて。でお前らの連名のサインもしとくよ。ああ、いいですか。いやいや、もっといらないっすよ。出たら面白いじゃん。あ、だからもっといらないからこそ、あれコメントもあるから。そうですね、いいねとか、いらないからこそ、はい、メルカリに出す可能性もある。出さないですよ。サインそんの、ちょっと こちらにいいっすか。めちゃくちゃ面白いっすけどね。誰にするよ。いや、もういいっすよ。なんかちょっとすごい価値が落ちそうな。だってレアカードにこれいいっすかね。どうせやっぱりさ、はいはい、その確かにそう、うん、このチャンネルでの価値は出るじゃん、はいはい、確かに確かに、うん、これでいいの。おー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 、いい、なんかいいこれ、いいっすよ本当。なんかちょっとこれ本人のやつ。ちょっと待って、はい、裏にしない。いやいやいや、いや、もう遅いっす。遅い。いいじゃないですか、もうこれ。これなんかちょうどこの石川選手のこの石川選手のサインっぽく見えてくる。足のラインにね。確かに。あ、やっぱさすがっすね。これ、アメには見えないな。ちょっと多いっすね。あ、いいっすね、いいっすね。青木、ミリチカ。わ、豊さん。あ、いいっすね。やっぱサイン。書き慣れてますよ。いやこれ、ほんと自分の名前書いてますよね。大丈夫ですか。当たり前だよ。もう同じだろ、全部。大丈夫ですか。同じでしょ。あの、あ、全部実は息子さんの。これお前、選手から抗議来たらどうしよう。いや、そりゃもう。選手から抗議、そうっすね。立ち向かうチャンネルにしましょう。そうか。ああ、はい、ということで4選手、ね、はい、でもこれあの遠目で見たら、うん、豊さんのサインって分かんない。分かんないよ。いや、それ分かんないよ。これ何書いてるか分かんないでしょ。でもそれがいいんじゃないですか、これ実は。まあまあ確かにね。実はこれ高木豊さんのサインなんだよみたいな。いや、話のあれにもなります。でもメルカリにはどうやって出すの。いや、バレ、分かりますよ。分かる。絶対プロ野球カードに書く人いないし。分かります、ね、だってじゃあ、あのこれをもらった人はメルカリに。強制的にあげてもらって。強制的に。じゃあ、はい、石川の裏に、はい、お前たちのレンズ。え、いいんすか。いいんですか。ちょっとそれはレアカードだからさ。いや、石川投手に申し訳ないです、ね、もっとレアにしないと。確かに。で、これ選ばしてあげる。まあ中日ファンか。私はそうですね。そう、あ、そうか、そうですね。まあ特に僕も、はい、これでいいか。まあそうっすね。あれでな、はい、いや、いや、そうだよ。いや、じゃないですよ。あれがなんか、いや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 、阿部選手大好きですよ。そう、大好きですよ。
そういうパフォーマンスを一応しとかないと、はい、じゃあこの裏に、はい、いやいいんすか、お前たちの連盟のサインを入れて、いやそうですね、ちょっと待ってサインあんの？ありますよ。え、ちょっと生涯何回ぐらい書いた？いやだから結構でももう、え、でも高校生の時は授業中みんな野球練習して、あ、そうなのね。でも書いたことないでしょ。いやいや自分で書いて配ったんでしょ。違う違う違う、あ、そっか強制的に足で稼ぐタイプだ。足で稼ぐタイプ。ちょっと待って、芸人になってからは何回ぐらい書いたの？いや、ありますよ。いや、ありますよ、結構。何回ぐらい、なんかパチ屋とかに飾っていただいたりとか。ありますよ。あんの？あります、あります。魔除け？魔除けなのか、まあ、使い方は、まあ、多分分かんないですけど、金運はないよな。まず捨てられてるとは思うんですけど、これ何金運はないっていうのは、あれだな、お客に対しての金運なくて、出るな出るなみたいな。いや何の話をしてるんですか？毎日書いて。え、じゃあもう2人の高校球児なんですよ、うん。そうだね。わかりました。で2人で1枚なの。いや違います、あの高校球児。高校球児のあれがあるんですよ。こういうサインがあるんですよ。高校球児のやつがあるんです。はい、このこれ高校球児って書いてます。高校球児っていう。書いてんの。はい、書いてます。どこに書いてんの？まあいいや。で、サインは、はい、高校球児って書いてんの。はい、書いてます。はい、はいはい、じゃあいいよ。あれ、トークは書けないの？あ、僕高校球児は彼が書くんで。僕はでももう一緒だと思ってください、はい、そう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 。で、すごい触っときますよ、だから。ちょっと見せて。はい。まあ、なんとなくだね。いやなんとなくじゃないんですよ、これ、まあ、すげえちゃんとしますこれ。はい、ということで、はい、4分の2僕らの、あ、すみません、高校球児のサインが入ってますんで、ね、こっちは俺だけだけどね。はい、青木と丸、一応こっちは豊さんも入ってます。はいはい、まあ欲しい方は、はい、概要欄に詳しく載せてるということなんで、はい、概要欄から、どっちのサインが欲しいか。そういいですね。はい、もうこれバチバチですね。します。いや、バチバチだなこれ。バチバチですもんね。いや、それで、はい、選んだ人は、うん、高校球児の、はい、チャンネルに飛ばなきゃいけない。いや、もうぜひお願いします、ね、YouTube のね、はい、これも概要欄に貼っとくから、ね、ぜひ、はい、お願いします。はい、よっしゃ。